久保さん、気合、大事っすよね。まあ、気合がなくても、まあ、出社はしてるんですけどね。何なんでしょうね。まあ、気合が大事なんですけど、もう一つ事実を言うならば、うん、気合は大事でもないと。<laughs> お金を稼ぐ上で、気合も、気合は大事でもないと。だいだ気合は大事だが大事でもないということですね。さっき大事だ言うとってね。 まあそれは、じゃあ毎回き、あのー、なんだ、気合がある、モチベーションが上がってる、よし、今日も朝5時、よっしゃ、今日も会社だ、気合があって会社に行ってるでしょうか、死んだ目をしてでも、満、ま、員、あ、電車に乗る、出社してます。うん、だからもう一つの事実を言うならば、環境ですよね。やらないといけない環境であるならば、気合があろうがなかろうがやるってことですね。うん、まあ、極端な例ですけど、 例えば大好きなあ、うん、女性がね、誘拐されました。うのん、のしの金100万用意しろと。ね。じゃあ、その気合があろうがなかろうが、とりあえずうん、お金作りに駆け回りますよね。どうでしょうか。気合とかそういうレベルじゃないですよね。だなんで嫌な仕事を死んだ目でも満員電車に乗るのかっていうと、 今月の給料をもらわないと生きていけないという状況だから行くんでしょうね。うん。気合も大事ですけど、気合がなくてもできると。だからどっちでもいいです。だから結局やれない人っていうのは環境、やれ、やる環境も作ってないし、気合もないと。だどっちもないってことですね。<laughs> で、要は別にお金に困ってるんだけど、まあ一応お金は少ないけど入ってきてる。だから今現状は維持できる。しんどいけど、まあ生きてはいける。 僕がなんで毎月商品売りまくってるのかっていうと、僕は商品を売って生計を立ててるので、えー、会社、だから会社に出社するイコール、僕の場合は商品を売るとは一緒なんですよね。まあそこに気合があろうが流ろうがやるっていう。一緒ですよ。久保さんの場合はもはや別に商品売らなくても、ある程度福利でね、お金が入ってくるので、もはやその次元ではないです。ただし、ブーストですよね。ブーストの時は、あのー、もうやってましたよね。鬼のように。 お客のために死ぬっていうね。もう24時間毎日会ってね。朝5時でも、あの、深夜でもずっと会ってね。クロージングするっていうね <laughs>。すげえなと思いましたけど。うん。でも久保さんも、まあ1億円のリアリティとかで見えたっていうところもあるとは思うんですけど、まあもう後に引けないっていうところまで行ってたんじゃないかなとは思いますけどね。どうでしょうか <laughs>。うーん。なんかしないと、 もう先がないっていうところまでは行ってたのかなっていう。まあもちろん久保さんの場合は別に全部失って、あの、なんだ、あの、あ広島公演でね、あの、気ままに生きていくっていう人生もあったのかもしれないですけど、まあそれでも楽しめたのかもしれないけれども、でも、その人生を選ばなかったんですね、久保さんは。じゃあ選ばなかったには選ばなかった理由があるんじゃないかなと思いますね。別に、 あのいくらでも幸せを取り出せる人間がなぜそこを選ばなかったのか別にあのホームレスでもね、えー、全然なんか楽しく生きていけるっていう人間がなぜそれを選ばなかったのか、まあ、少なくても多分あのやらないといけない状況だったりとか気持ちの部分ですよねがあったっていうところですね、まあ、やらないといけない状況もあったし、えー、気合いもあったと1億円稼ぐぞとこれだと逆転するためにこれしかねえっていうね やるぞって僕の場合は常にやらないといけない状況。まあほ、人の人、他の人よりかは気合はあるとは思いますけど、単純にでも、気合があろうがなかろうが、モチベーションが上がろうがなかろうがあー、やるんで、それは今月の売上来月の売上再来月の売上作っていかないといけないので、久保さんの場合は作らなくても入ってくると、もはや。 それは過去に作った仕掛けてたね。まあ暗号資産もそうですし、全部そうなんですけど、まあ、その、商品を売らなくても別に、まあ、入ってくると。僕はそうではないと。うん。だから毎月売りますし、まあ来週からも商品また売ってきますからね。で、来週終わったらまた再来週も売ってきますし、再来週が終わったらまた、まあ一週間おきにも売っていこうかなと。もう、もう早いな。うん。それはなんでできるかっていうと、なんでできるかというよりかはなんでやるかっていうと、売り上げを作っていかないといけないからです。 で、今月に関しては僕の場合は安い商品ばっかり売ってたのであんまり売り上げ立ってないんですよ。なんで、まあ、単価が少ないんだったら数打つしかないので。うん、当たり前ですよね。<laughs> 単価が少ないんだから。で、僕の集客の数は増え,増えてないので。じゃあ数を、あの、単価の安いものでも数増やしてリピートで買ってもらって客単を上げるしかないので。もしくはバックエンドを売るっていうこともありますけど、先月バックエンド売ったんで、 まあ今月はちょっと押さえておこうかなと。で、来月か再来月にまたちょっとバック売りますけど、まあ、そんな感じですね。はい。いってらっしゃい。